皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集は、仕事と趣味の境界線はというお話をしたいと思います。このテーマはですね、私のブログでも何回か書いているし、あとはセミナー、ちょうど昨日セミナーがあったんですけどね、数字とか、経営の方の、内容をよく喋るセミナーだったので、そちらの方でもお話はしたんですけれども、基本的には収益が出てるか、そしてそれによって継続する事業体を作っていけてるかっていうのが、仕事か趣味かの延長上になってるのかどうなのかっていう一つの判断基準になったりするわけなんですよね。だから、お金のブロックパズルといって、売上高があって変動費があって固定費があって人件費があってその他雑費があって利益が残るみたいな、そういう図式構造から、お話をしていってるんですけれども、教室業、特にそうですね、お料理パンお菓子系の教室業の、モデルっていうのが手元に残したいお金の額が、分かりやすく例えば20万だったとしましょう。20万だったら大概なんですけど、いろんなもののいて手元に残るの20にしたければ大体40から50の売り上げが欲しいっていうのが、私の肌感覚であるところなんです。実際に自分のデータもそうだったし、生徒さんの領収書を合計してもらったのを聞いても大体そんな感じになってるので、売上から経費を引いた残りを見るみたいなやり方だとそういう考えになっちゃうんですけど、実際違くって、手元にこれぐらい欲しいから、これぐらいが固定費でこれぐらいが変動費でって言って、あらりがこうだから売上高これぐらい欲しいよねって計画をするのが本来なんですけれども、逆算をしてっても大体半分ぐらいかなっていうところです。これマシな方なんですね。原価が高い、要は例えば昨日もねお話に出てたんですけど、生徒さんが来て喜んじゃうっていうか、喜ぶのが分かってると、例えば家にあるそういうもう一品とか缶詰開けて出しちゃってとかね、そういうふうにしてもてなしちゃうっていう、それは全然構わないんですけれども、買ってるそれも当然原価に入っていく、本来は入ってきて出ていくお金としてね見ていかなくちゃいけないものなんですけど。そういうことをやってると多分ね、残るお金がかなり少ない、変動費とかが60、70、80とかになっちゃう場合もあって、一番ひどい場合変動費100とかいう場合ありますからね。変動費100っていうのは材料費というふうにほとんど思ってもらって構わないんですけれども、原価が100、売上が一緒って言ったらマイナス、確実にマイナスになりますよね。だからそういう状況でもやってるというのはもうどう見ても趣味になっちゃうっていうことなんですね。だから趣味と仕事の境界線は、まず収益化してるかしてないかっていうのがまず大きなポイント、その1なんですね。で2つ目、これまたもうちょっと違う観点なんですけど、全員にそれが当てはまるとは言わないし、教室業だとできない人も多いのかもしれないんですけれども、収益化するっていう意味でのね、もう一個の考え方ちょっとお伝えしますね。例えば自分がやりたいことがあります、教えたいもの、あとは習いたい人がいるという内容、これがたまたま一致していて、それがいい感じでまとまって、しかも集客できるなら一番いいです。だけれども例えば自分はこういうことをやりたいんだけれども、どうやら時代のニーズとかお客さんはこっちの方が要望が多い。でもちょっと自分のやりたいこととはちょっとずれている。でもそれはそれでありだな、自分の教室の軸がぶれない範囲でその領域を扱うのはありだなということがあった場合に、あなたは何を選択するかっていう話なんですね。で私はもともと教室っていうのは自分の楽しみのためっていうよりは、その先のコンサルタントっていうところを目指した状態で 100% 精一杯パン教室の先生になりきるという状態においてパン教室を運営していたので、当然収益化っていうのは、一番頑張ってやんなきゃいけないところでしたから、世の中のニーズがあって、それがしかもヒットしそうなものを自分が見つけることができて、だとしたら自分がここをそんなにこう思い入れがないっていう言い方は変なんですけれども、ビジネスとして成り立つんならこれを採択するっていう考えを取ることができるかできないかっていうのも趣味なのか仕事なのかっていう範疇になってきます。で、私はそれを取れます。だってその方がどう考えても集客が楽だし、あとまだ世にないもので人気があるって分かってれば、金額の単価は高く取れます。アーリーアダプター、要は先の時にそれをやってる人になるので、欲しい人にとってはすごく欲しいサービスになる可能性が高いからです。そうすると私は迷わずそちらを取ります。だからこれは仕事として捉えてるからなんですね。で、先日クライアントさんとねお話をしてた時に、自分がどうしても作りたい教室の像っていうのがあるんですよ、その方はね。だけれどもそこに固執しすぎていて、私は何度もそのアイデアだと集客はかなり難しい、要は一般的にみんなが求めるものっていうところが内容としてニッチすぎて、しかも求められる範疇じゃないので、集客はできないとは言わないけど、もう突き抜けて第一人者になるんだったらありかなと思うんですけども、そうでない限りは難しいと思いますよっていうのを言ってても、いやでも私はそれが好きなんですっていうことでね、諦めない引かない方だったんで、ご本人がそこまで言うんだったら、その勢いで普通の人の倍3倍かかっても集客するって決めるんだったらありかなと思ってたんですよ。だけれどもじゃあ行動量は人の3倍から5倍やってるかっていうと、別にそこまで行動はしてないし、むしろ私のクライアントさんの中において比較をするのであれば、行動量は他の人の半分以下であったような状態だったんですね。本人的には頑張ってるで全然構わないんですけれども、世の中的に相対評価になっちゃうんで、例えば私が単純にYouTube 動画を10本撮る時に、その人が1本しか仮に撮れなかったら10倍の露出量が変わっちゃうわけですよね。だからその比較において、どこまで頑張れるのかなっていうのは見てたんですけども、結局そこの領域ではあまり上手にいけなくて、いよいよです。経済が逼迫してきて、もうお尻に火がついたっていう、お金がないっていう状態になった時に、それでもそこをやるのかやらないのかっていう話をした時に、まずは集客しやすいアイテムで、お金を先に作りましょうと。でそれで余裕ができたら本当にやりたいことやったらいいじゃないですかっていう方で一応話はまとまったんで、ちょっと改めてねそちらの方向でやってもらうことにしたんですけど、だから頑固一筋は全然構わないんですけど、その一筋を貫くんならそれ相応の努力をみんなが舌を巻いてひれすふすほどですね、努力をしてくれるんならやりきったらいいと思います。だけどそうじゃない中途半端な努力だったら、うまくいく方を多少自分のあれとは違っても採択してお金を作る方を選ぶ、これが仕事として選ぶべき順序になったりするんですね。だってゼロになっちゃったり、ましてやマイナスになっちゃうと、そもそも教室運営続けられないですからね。旦那さんにストップかけられる人もいるし、こんな方もいらっしゃいましたね。一度やってみて、その時あまりうまくいかなくって家に負荷をかけた状態で、やっぱ教室はやめようって言って3年ぐらいやめてて、で休んでさらに復活した時に旦那さんに「今度はちゃんとできるのか?」っていう話を言われて、それの資産を実際出さないと OK が出ないみたいなね、ことになったって話とかも聞いたりします。だから、覚悟をしっかり決めて仕事でやるとなると、全部が全部自分の夢を追いかけることばっかりができるわけじゃない時があると思った方がいいですね。なぜならば仕事だからです。私は仕事を楽しむことにしているし、好きな仕事しかやらないっていうのは決めてますよ。やらないっていうことはそれを断るだけのものを持ってるから断れますよね。これで私がもう逼迫しちゃって、もう明日食べるものもないっていう状態なら、そんなきれい事は言ってられないっていうことにシフトをチェンジします。だからそこの領域になるかならないかのとこでお尻に火がつくつかないっていうのはあるんですけどね。だから趣味と仕事の境界線っていうのは収益が出てるっていうことももちろんなんですけど、必ずしも自分が好きなことだけ追いかけない選択がその必要な時にできるのかっていうのもポイントになってくるので、仕事としての覚悟を決める場合の一つの参考のお話にしていただければと思います。それでは。